こんにちは、しもとです。今回は、ちょっと変わったエピフォンのレスポールカスタムをレビューいたします。このレスポールカスタムは、2018年製のハンドクラフテッドインチャイナという風になっておりまして、どこがですね、珍しいかというと、見た目は普通通りのレスポールカスタムなんですけれども、チェンバード加工がされているんです。チェンバード加工というのは、ここのね、中がね、空洞になっていて軽量化されてるんです。ここなんかめっちゃ開いてますね。この辺は超空洞、ここちょっと詰まってるかな。どれぐらい軽いかというと、なんとですね、これ 3.2 キロなんですよ。通常のレスポールよりもね、1キロぐらい軽いですよね。こちらですね、レスポールカスタムライトという限定のレスポールカスタムになっていて、スペック的にはですね、なかなかな感じなんですよ。まあ、レスポールの王道としてマホガニーバックのメイプルトップ、そしてね、指板はね、エボニーなんです。いい感じでね、黒黒していて、インレイも綺麗ですよね。そしてペグはグローバーで、もちろんダイヤモンドのインレイになっております。ゴールドパーツで、まあ、非常に高級感がありますね。まだね、これ新品同様な感じで、ピックアップにね、まだシールがね、貼り付けられております。まあ、このチェンバード加工によって、まあ、エアー感が出るっていうところと、ボディが軽くなる、この2つがね、大きい要素かなというところではあるんですけれども、ちょっとね、鳴らして残念だなと思ったのが、ピックアップのね、出力がね、めちゃめちゃ弱いんですよね。こちらですね、千葉館情報ではフロントが 57CH、 そしてリアが HOTCH ということで、57クラシックをモデルにしたものが乗っかってるみたいなんですけれども、まあ、早速ね、ちょっと鳴らしてみましょうかね。まず生音いきましょうか。ちょっとエアー感を感じれるか。気持ち、生音は大きいですね。結構ね、跳ね感がある感じで、原振動もね、しっかりしていて、割と心地いい。やっぱこれチェンバードになってるから、これぐらいなるのかな、響くのかな。でもボディから鳴ってるってよりは、ネックがしっかり鳴ってくれてるっていう感じですね。ネックはですね、スリムテイパー気味な、シェイプとしてはね、 D になるんですかね。ここの丸みが C ほどないっていう、ちょっと平らな感じですね。ナットはね、通常通りの43なんですけれども、結構ね、スリムな感じで握りやすいです。ではリアから、やっぱね、まあ、よく言えばね、優しいんですけど、やっぱり弱いんですよね。悪いわけじゃないんですよ。センター、結構いい。チェンバードのね、エアー感はしっかり、まあ、感じれるんじゃないかなと思います。ではマーシャルのモデリングを。
膨らみはあるんで、じゃこれに OD1 を足して。この軽さで逆にこれ持ち味なのかなと。フロント。まあ、サスティンもねしっかりしてるし、ちゃんとした膨らみもあるんで、軽くてお手頃なねレスポールカスタムをねお探しの人にはね非常にいいんじゃないでしょうか。今ね千葉管楽器で5万を切ってるんですよね。セールになるともっと安くなるんで、王道のね、まあ、JB とか号泣なんかをね乗せると非常に化けるんじゃないかなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。